どうもこんにちは、こんばんは、シロージュウヤです。キングダムハーツ3続きからやっていきたいと思います。前回の動画でですね、こちらパイレーツオブカリビアのワールドにやってまいりました。まあいろいろとありましたが、まあ結局ここまで飛ばされて、これからまた海賊船を見つけに行こうというところから、続きやっていきたいと思いますので、皆さん本日もお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、前回の動画でこちらのプーさんのね、ハニーハントの、ところでゲットしたキーブレードを使わせていただいたんですけど、今回はですね、ちょっと変えます。はい、こちらですね、アナと雪の女王でゲットした、アレンデールでゲットしたこのキーブレードを、使っていこうかなと思いますので、皆さんぜひね、そちらにも注目して見ていただけたらと思います。ではやっていきましょう。いや、楽しみですね。パイレーツオブカリビアも、キングダムハーツね、プレイしてる方は結構出てくる作品なので頑張っていきたいと思います。これはお前たちみたいに魔法は使えないからな、うん、海に潜るのだけ、海に潜るだけは勘弁してくれということで、どこにあるんだろう、ここ潜る感じかな。あ、海、そうだ、潜るみたいな、そうだ、なんか前回出ましたね、 L2 で潜って、オッケー。これ体力的なのはないのかな、早く漕ぐのが罰か。おお、いいね、いいね、なんかあれだね、今あったね、食材があったね、食材、オッケー。おお、取れた取れた、ムール貝ホイト。おお、めっちゃ綺麗ですね、めっちゃ綺麗で、潜るは L2 か、まだ潜れと。オッケー、行きましょう。じゃあ L2、 ああマジか、敵出てくるんですね、普通に。おお、すごい。でもこのここでも魔法がしっかりと使えるようになってますね。オーシャンブリザード、オーシャンサンダーということで、すごいすごいすごい、あ、すごいすごいすごい、海の中で使うとちょっと魔法は少し変わるみたいですが、でも近くに食材がありそうでしたよね。どこだ、ちょっと早く泳いで、どこやどこや、どこにあるんや、どこにあるんや、ないやないかい。まあいいか、行こうか。もうなんかクラゲがいますね、クラゲがめっちゃいるけど、なんだこれ。わあ、また出てきた。さあ、じゃあちょっと魔法、まあこのね、キーブレード自体が魔法に特化してるキーブレードになるので、そこもしっかりね、ちょっと活かして頑張っていきたいと思います。さあ、まだいるね、その上がって、ここ水中での戦い結構難しいですね、なかなか難しいな。潜ってみたらなんか結構あったりしないかな。んなんか今三角ボタンありました、調べる。おー、いいね、ホタテ、ホタテをゲット。お、まだあるね、なんかあったね今、あ、もう取ったかな。クラゲ何なんだろう、クラゲ当たったらダメージ、あ、食らってる食らってる食らってる、クラゲ当たるとあれなんですね、食らうんですね、ダメージが。お、なんかあるね、遊覧船だーということで、まあいいか、ここは。じゃあちょっと下に潜ってみようかな。いい匂いがするな、食材。あ、いいね、食材も結構ありますね。うん、でここは、あ、一応カメラも使えるから、まあだから幸運のマークとかももしかしたらあるんじゃないかというところですよね。どっち行けばいいんだろうね、こっちかな。ああ、また敵出てきた、マジか、めっちゃ出てくるやん、なんか新たなね、新種なやつが出てきましたね、新種のハートレスというか。しっかりと倒していきます。さあ、そろそろ MP が尽きちゃうかな、まだ残ってる。サンダー、いいね、なんか水の中だとちょっと違う感じにはなりますが、魔法も面白いですね。オッケーン、あといないかな、敵。オッケーかな、よし、多分こっちかな。なんか、あ、すごい、飛んでる魚か、飛んでる魚が食材になるみたいな。で、三角出てきますね。あ、本当だ、タラ出てきた。おお、すごいすごいすごい、めっちゃタラゲットできた。へえ、すごいですね、これ面白いな。あ、ちょっと、アイテムある。オッケーン。あ、なんか今あったね、壊せるのが。オッケー。さあ、では進んでいきましょう。うわ、なんか二つに分かれてる。右か左かかな、ちょっと右行ってみようか。さあ、海底洞窟、狭くなってきた、慎重にね、ということで。すごいなー、これ難しいですね。なんもない、あ、なんかある。オッケー、オマールエビ、いいっすねいいっすね。うわ、めっちゃ狭いめっちゃ狭い、なんかある、ここ合ってる、このルートで。おー、なんかでかいとこに出た。おー、なんかすげえ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる、敵めっちゃいるやん。オッケーオッケー、サンダーで倒して、
もう魔法任せになってますけど、ほぼ。しっかり倒して。まだいる。まだいますよ。ちょっと潜って。あ、MP 切れたね。OK。しっかり倒していきましょう。あ、なんかめっちゃクラゲいるんだ。あ、なんか電気光ってる。やばいやばいやばい。なんか強そう強そう。OKOKOK。あ、いいですね、いいですね。でもなんかこれ水中で戦うときとちょっと違うのかな。あ、ちょっとやばいね。体力なくなってきた。ちょっと MP 回復していかないと。MP 回復して、体力をね、回復させないとですね。もう水中の戦いちょっと難しいですね。やってみるとこう。なかなか慣れないと難しいところは。あ、やばいやばい、体力やばくなってきたね。ちょっと MP まだ回復しないか。さあまあ、でもアイテムも使ってもいい。あ、まだ OK。使おう。ケアルラ。OK。まだ敵いますよ。お、レベルアップ。ドナルドおめでとう。レベル35魔法力 AP アップ。さあ、なんか、あとはなさそうかな。こっちで合ってんのかな。こっちなんかめっちゃクラゲいるんですけどね。行ってみようか。一応通れるんですね。クラゲ多すぎだけどね、これね。遠くから追っ払えないかな。遠くから追っ払えないどういうこと。あー、めっちゃくらってるね。ちょっとこれは違うのかな、ルートが。なんか違そうだな。でも一応通れる。あ、通れることは通れると。いや、でもなんかルート違う気がする。これクラゲで死ぬとかないよね。クラゲで死ぬなんて本当にダサいよ、それは。それでしっかり登って。あ、でも一応通れるんですね。あー、出てきた出てきた。あ、またこいつらも出てくんだ。オリンポスの時も出てきましたね。懐かしのハートです。いや、でも水中むずいな。水中むずいな、これ。水中むずいぞ。水中での戦いめっちゃむずいぞ。いや、でもめっちゃ食らってるぞ。いける。オッケー、体力回復して。難しいですね。水中での戦い結構難しいな。そう、地上で戦いたい。めっちゃ地上で戦いたい。めっちゃわがままだけど、地上で戦いたい。こっち？こっちかな。ちょっと行ってなさそう。結構迷いそうですね。しかもね、これね。すごい迷いそう。しかもクラゲいっぱい。本当に船あるの？って言ってるけど。どうなんだろうね。船をね、今探してるわけ。あ、セーブポイントある。セーブポイントあるって言葉じゃあ。なんかありそうですけどね。一旦じゃあちょっとセーブさせていただきますね。 OK。 さあ、どうなっていくのかというところですが、いや、でも海の戦いが今回難しいですね。なかなか慣れないとっていうところは。あ、上登らないと。 OK。 さあ、なんかでもありそうな予感はするよ。お、なんか見えてきた。さあ、ストーリーが始まりました。見ていきましょう。なんだなんだあれ、絶対ハートレスやない。いや、絶対敵でしょあれ。しかも宝箱あるし。いやいや、絶対おとりやん、あんな。そんな罠引っかかるやついる？ちょっと見てくれ。おい、ソラ。いや、絶対敵でしょ。いかにも怪しすぎるって。そう言ってるよ、ドナルドも。もう、ソラ、海賊になりきっちゃってるからね。あ、取りに行けってこと？結局。ってことかな。海賊のお宝を手に入れよう。おー、なるほどね。結局やっぱ取りに行くんだ。大丈夫これ。絶対罠だよ。何も入ってない。おーいお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 い、なんか起こしちゃったよ。おーおーおー、大丈夫？戦うのこいつ。戦うんかい。ちょっと待って、こいつでけえな、でけえな。めっちゃでけえな、こいつ。倒せる？なんか絶対来そうだよ。なんか来そうだよ。罰で避けて、サンダー、サンダー。あ、来るよ、来るよ、来る、来る、来る、なんか来るよ、なんか来る、なんか来る。罰で長押ししてれば、そっか、移動できるか。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。じゃあ、なんか来るよ。なんか来そうだよ。まあ、中ボス的な感じなんかな。なんか来るかな、来ないかな。避けつつ、これは攻撃されたことにはならないよね、多分。この罰は。あ、なってないか。オッケーよ。しっかり攻撃していきましょう。さあ、このイソギンチャクみたいな、イソギンチャクっていうのか、なんか魚みたいなでけえやつは。これも一応ハートレスなのかな。どこにいんの、空。見づらいな。画面がすごい見づらい。あんまり攻撃してこないしますね、こいつ。そんなに強くはない。ああ、攻撃してきてる、してきてる。なんか電気めっちゃ食らって、電気めっちゃ食らってる。ああ、おお、やばい。危ない。
前回の動画でもね、なんかどうでもいいところで失敗しちゃったりしてるんでね、しっかりとここはね、買っていきましょう。ちょっと離れて、あれだな、ちょっと離れて魔法を使いましょうか。サンダー使おう。これを避けて、避けて。なんか来るよ、なんか来るよ。なんか絶対来る。避けられなかった。ちょっと遅かったね。すごい、ね、海の中で戦ってるから、なんか、声とかもね、すごい多分聞き取りづらいと思うんですけど、空たちのね。避けて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 、オッケー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 、ナイスナイス、来るよ来るよ来るよ、オッケーナイス。ふー、怖いね。攻撃パターンは今みたいな感じかな。電気、あ壊れた、あ壊れた壊れた壊れた、いやめっちゃ壊れてるめっちゃ壊れてる、おー危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、めっちゃ壊れてた、びっくりした。近すぎすぎると、近づきすぎるとあんな感じでなんか食われちゃったりするんですね。あと1本頑張っていこう。さあ残り少ないよ。もうご利用していく、ご利用していきましょう。サンダーも使える使えないか。さあもう残りちょっと、やばいやばいやばい、ちょっと回復しよう。あ食われてる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 、あー危ねえ危ねえ。ちょっと待って、今アイテムのとこ見てたつもりが戦おうしてたっぽいですね。ギリギリでも多分ドナルドかグーフィーが回復もしてくれたんで、いや危ない危ない、ちゃんと体力もしっかり見ておかないとですね。いやでも水中の戦いすごいやりづらいな。またこいつ出てくるのかな。もう水中はこれだけにしてくれって感じですが。ん？これ宝箱取れってこと？海底の奥へさらに進む。あまだあるんだ。まもうこう海底飽きたもう。さあこれ何でしょう？マップ？マップではないです。アイテムかな？おお絆を守るオーシャン。リンクコマンド、あアリエルの力借りれる、すごい。アリエル使いたい。リンク、シースペクタクル。地面に表示されるリングに合わせて×を押すことで高くジャンプし、地面に水たまりを作ります。ジャンプ中に丸を押すと敵に水を発射します。三角フィニッシュを押すと水たまりを作った場所から、なんだこれ、水の柱かな、が上がり、広い範囲の敵にダメージを与えることができます。やってみたい。これ後で使いましょうか、ちょっとね。地上に出たらで。地上出れないんですよね、ちなみにね。そうだよね。どこに進めばいいんだろうね。もうすごい迷ってるね、これね。まあちょっと進んでいきましょうか。まあこっちはリンクをゲットするために来るっていうところだったのかな。じゃあまあ行きましょうか。どこに行けばいいんでしょう。お、なんか進んだ、でも。お、地上に出れる？やっと地上や。やっと地上や。地上？おお洞窟や、でも。へえ。まぁ、あ、ちょっと進んでいく。あ、でも地上に出れる。あ、よかったよかった。やっぱね、人間は地上が一番ですよ。地上で力を発揮する。いやー、よかったよかった。ちょっとリンクも使っていきましょう。さっきのアリエルのやつね。さあ、ジャックはどこ行ったんだろうね。ジャック・スパロウ。デレレンデンデレレンデン。お、あれや、船や。これ、これ乗って使う、これ使う感じかな。デュレレンデンデュレレンデンデュレレンデンデュレ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 デュジャックにはブラックパール号があるだろう。俺らは潜ってきたんだぞ。確かにパール号には劣るが、この船もまあ悪くない。おお。俺は船長だ。誰が船を動かす？お、船員。全員が必要だ。俺ら？ソラ、ドナルド、グーフィー。船員になると。そんなところにいたのか。おお。出発準備だ。さっさと乗る。動かせるんかな？もうジャックもう完全に乗り気やん、船長。お前ら準備はいいか？お、あ、また操作する。いいけど、これじゃどこにも行けないだろう。うん。うん？ソラ、お前はいつだって自分の手で道を切り開いてきた。鍵？お前の心が命じるままに進め。鍵の導く心のままに。おお。おお。
というタイミング。ここからまた操作する感じかな。前回の動画でもね、あの船を動かす操作みたいのはありましたからね。いいね、かっこいいね。海賊王に俺はなる。いやー、それ別アニメやな。それディズニーじゃねえんだよな。いいね、いいね。やっと地上に出た感じですね。なんか海の場所すごい暗かったから、こうやって明るい感じ見れるのいいですね。あ、動かす感じかな。動かすっぽいな。おお、また船の操作方法過去追加。パワーアップした新しい船で、大海を冒険しましょう。新しい船ではこれまでにない能力が追加されています。なんこれ、怪人の力？敵に攻撃を当てたり、リアクション？違う、当てたりアクションを成功させるとゲージがためる。最大まで溜まると三角で強力な攻撃を放つ。面白そう。敵の攻撃をガード、ウォーターウォール、近く。ちょっとなんか船での戦闘がありそうですね。現在地がキーブレードマーク。はい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 、地図みたいなのがあるんですね。目的地が、丸マーク。一度訪れた島を選ぶと、ワープすることができる×マーク。セーブポイントが丸マーク。二重丸マークか、目的地は。で、船のステータスが次のレベルに成長するために必要な、カニの数と船の性能を確認すること。そんなんもあるんだ。これむずそうやね。ちょっと地図確認しましょうか。今ここにいると、このキーブレードのマークが自分のとこ。あ、本当だ、左のところにレベル1って書いてますね。これもなんか今後やり込み要素とかになるのかな。目的地とかないけど、とりあえず適当に待ってればいいのかな。待ってみましょうか。四角はこれでガードね。はい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 。お前の自由にしてみろ。三角はまだ溜まってないってこと。コアを破壊して、あ、オッケーオッケー、敵ね、敵。オッケー、了解了解。倒して倒して、あ、なんかめっちゃダメージ受けてるけど大丈夫。ガードガードもしつつしっかり。オッケー、あ、なんか出た出た、本当だ、三角の。ほう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 、これなんか勝手に取ってんかな。なんか難しいですね、船の操作もこれ。まあ多分船で戦ったりもするってことですよね。まあ追加の操作方法が出てきたっていうことぐらいなんでね。ここのワールドは結構いろいろ大変そうやな。なんか霧が濃くなってきたけど。13機関？うわ、めっちゃでかいのあるやん。これブラックパールボコ？違う？敵？お？アドレスじゃなくて誰か乗ってるよ、あいつは。まためんどくさいのが出てきたな。ハーリー、十三機関。いや、はい、戦う感じかな。お前も機関に戻ったのか。なあ、まさか私にもお呼びがかかるとはな。カードは最後まで何が出るかわからないものだ。ジャック、こんなやつと交渉する必要ないって。そうさ、やれやれ、君たちには紳士的な話し合いはまだ早かったかな。なんだと。ソーラ、下がってろ。海賊の掟だ。パーレイが宣言されたら交渉に応じなければならない。パーレイ、前にも教えてやったろう。うん、いいね。海賊の掟。私が愛する勝負ごとにも掟、ルールがつきものだ。ルールの中で争ってこそ勝利に価値がある。ま、海賊の掟はルールっていうより心得みたいなもんだけどな。それでよければ話を聞こう。ふん、私は探しているある箱を。おお、前回の動画でも言ってましたね。ある箱。知ってる。知ってる。知らない。知ってる。まあ、とある箱のことなら知ってる。そもそもお前が欲しがるような箱なんかじゃない。本当さ。海賊が欲しがるような箱ってことかな。宝箱みたいな。お金とか入ってたりとか、そういうやつかな。例えばどんな？君たちもよく知っている港町まで競争しようじゃない。マジで？ここで船動かす感じか。そう、先にたどり着いた方が勝者。私が勝てば箱の情報を提供してもらう。
俺たちが勝てば。いやーこれ難しそうだな。君が望むものを手に入れてやろう。ん？乗った。乗るんかい。交渉成立。操作絶対俺やん。スタートだ。よーし、全員配置につけ。全員配置につけ言うても3人しかいないからな。なあジャック、遅れを取るな。ジャックってば。なんだよ。あいつに箱が渡るのはまずいんだ。ジャックは本当に箱のことを知ってるのか。さあね、俺が知ってるのはデイビー・ジョーンズの心臓が入った箱だ。やつがなぜそれを手に入れたがってるかは見当もつかない。その箱って黒いの？まあどっちかって言ったら黒いな。例の箱ではなさそうな気がしますけどね。どっちにしろ13機関の手に渡らなければいいんじゃないかな。だな。何をごちゃごちゃやってるんだ。要するに勝負に勝てばいいんだよな。いや勝てる気しね。そういうこと。手に入れたければ頑張ってみましょう。でもようやく海賊のやり方が分かってきたな。いけるかな。おう、船の操作苦手ないよな。三角もなんかよく分かんなかったしね。あそこまで行くとオッケーオッケー。これ攻撃できる。あ、攻撃もできる。お、なんか出たよ三角。三角出たよ三角。いいよいいよ、めっちゃ攻撃してあげよう。ほいほいほい。あ、めっちゃ攻撃、めっちゃ攻撃受けてる。あ、なんかちょっと方向が合ってない気がする。いや、あ、なんか、あ、こっちも来てんのね。こっちも来てんのね、敵ね。オッケーオッケーオッケー。あ、めっちゃ受けてる、めっちゃ受けてる。ガードガード、攻撃してたらガード、攻撃してきたらガード。オッケーオッケー。いいねいいね、当たってるね。あ、なんか来てるよ。でもあ、目の前を来てるやん。お前邪魔するなや。あ、めっちゃ攻撃受けてるね。これむずいね、難しいね。倒した方がいいかな。しっかり攻撃して、あ、取ってきてる。さあ敵来る。ああ、なんか来るね多分。ああ、なんか台風みたいに来てるよ。避けて避けて避けて。うー、怖い怖い怖い。あー、敵来てるよ。倒して、オッケー、ナイスナイスナイス。難しいですね。ああ、また来てるよ。オッケーオッケー。さあダメージもなんかまた三角来たね。なんだこの三角は。突っ込め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 。結構進んだ感じ。おお、なんかダメージ食らってるね多分。オッケー、みんななんとか。なんか三角が結構出てくるんでこれで倒せる感じが。あ、いなくなっちゃった。あれは避けないと。ん、何を。勝ってる勝ってる負けてる。オッケーオッケー。ほいちょっと勝てるよ勝てるよ勝てる勝てる。あ、勝ってんね勝ってんね。オッケーオッケー。最後仕掛けるちょっとガードしながら行きましょう。おお、オッケー。危ない危ない。無事に勝つことができました。あんまり理解はしてなかったですけど、いけましたね。素晴らしい。まあこれで13機関が諦めるとは思わないですがね。さあ今後どうなるか展開は。敵戦なーし。よし、俺たちの勝ちみたいだな。さあどうかな、それはどうかなとね言わんばかりにめちゃくちゃ出てきましたね。諦めの悪い13機関や。しかもなんか BGM がボス戦の BGM だし、また船で戦う感じですかね。また動かす気、これまた動かさないといけないのこれ。撃て撃てー、やばい、めっちゃ振動が。後ろからだ、反撃するぞ。目いっぱい舵を切れ舵を切れ。了解。あ、これは戦うんかな。あ、戦うんか。マジか、やってやりましょう。じゃあしゃあない、戦ってやろうじゃないの。あ、めっちゃ攻撃増えて、攻撃来るやん。避けて、ガードガードガード、またガード。なんかめっちゃ来てるめっちゃ来てる。
お、めっちゃ攻撃してる。あ、三角。なんか三角はフィニッシュ的な感じなんですかね。で、これで向かって落ちたらダメージ食らうみたいな、そういうこと？そういうことですよね。ですよね。オッケーオッケーオッケー。そういうことだよね。さあ今敵どこにいる？舵を切って舵を切って。あ、なんかめっちゃ、ん？なんだ？なんかなんか来た。なんかあ、なんかなんか来た。なんか台風みたいなの来てる。台風みたいな来てる。台風みたいな来てるよ。あ、逆進んでるな、これ多分。逆進んでるな。こっちか、こっち向きか。こっちや、こっちや。完全に逆を行ってましたね。さあ、ちょっとこっち側に行って、戻って戻って。あの、そこに入らなくちゃいけない感じかな。入っていきましょうか。すごい台風みたいなのあるけど。当たってる？なんだ、なんだこれ。なんかめっちゃなんか紫色のなんか円みたいな。大丈夫か？ OK。消えた。届いてないな。また来るね。さあ、いいタイミングでガード。OK。おお、なんかめっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近くにいる。お前、めっちゃ近くにいるよ。あ、めっちゃ近くにいる、めっちゃ。やばい。体力持つかね。そこがちょっと、あ、めっちゃ来る。めっちゃ攻撃してくるやん。めっちゃ攻撃してくるやん。カメラ操作が難しいな、これ。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。OK。めっちゃ来てる。ガードしてる間は攻撃できないですね。攻撃、やばい。めっちゃ攻撃受けてる。これめっちゃ相手の体力あるな。やばいな。倒せる？攻撃。あと体力がもう半分になっちゃった。あ、消えた。敵が消えた。左、OK。左から敵。さあ、また来たね、三角。あ、狙ってる、勝手に。あ、はい。強い。あ、こういうやつなんですね。この三角は。いいじゃん。これ強いじゃん。これないと結構勝てないんだけど。さあ、また来たね。なんか三角。おー、いいね。めっちゃ減る。いいね。打て。だいぶ削って。お願い。じゃないと勝てないよ。おー、いいね。なんか動いたよ。なんだ止まったってこと？どういうこと？全然理解ができてないけど。いい感じじゃないだよ。さあ、ちょっと回って、ここむずいね。カメラの視点切り替えとかも結構難しいですね。そっか、あの左上の青のゲージがマックスまで溜まると、あの三角のやつが押せる感じかな。この間ちょっと攻撃しよう、頑張って。相手が何か乗り込もう。 OK、 乗り込もう。どうやって乗り込むのこれ。乗り込むぞ。あ、いてた。 OK、 三角で乗り込む。 OK。さあ、これ乗り込んで敵が出てきますよと。おお、いるね。こいつ戦うの？では次のゲームだ。おえー、お前ら好きやね。ちょっと早速リンク使いましょう。さっきゲットしたアリエルさん。あ、敵を全て倒せということで。さあ、アリエル行きましょう。アリエルどうやったの？一発で水たまり。タイミングよくか。タイミングよく。あ、 OKOK、 ダイブ出てきますね。エクセレンス、ダイブ、エクセレン。これむずいな。あ、ちょっと早かった。で、丸でスプラッシュ。丸も使いたい。×。あ、飛んだ瞬間に、OK。飛んだ瞬間に丸ね。ほい。あ、これむずいな。でも面白い。いや、でもアリエルかわいい。そこみたいな感じですけどね。いいやん。あ、すごい、かわいいアリエル。これまた今度使ってみましょう。よし、一旦終わり。さあ、敵はどこだ？敵さん。一回倒していきましょう。やっと地上でね、あのこのねキーブレードが見せられるという。こいつを倒すわよ。さあ、ブリザード。おお、これがあれだね、穴行きのキーブレード変形のやつですね。あ、強い。爪みたいな感じで、なんかモンスターズインクもね、こういう感じで爪みたいになりましたよね。あ、ちょっとモンスターズインクと似てるね。どこ行った？敵、あ、まだいるね。 OK。 おお、めっちゃ受けるよお前。あ、なんかまた来たね、三角。あ、これあれか、あれやね、ジャックとの連携技。バイラルラッシュ丸。さあ、どんどん削っていきましょう。いいよ。ジャックとの連携技だよ。さあ、まだフィニッシュまで時間あるんで、頑張ってザクを倒していきましょう。休憩。いやー、でもアリエルのも結構面白いですね、あれね。
楽しかったな。もう一回やりたいな。もう一回できてきた。もう一回できるじゃん。もう一回やろう、もう一回やろう。ちょっとね、掴んできたんで、もう一回やりましょう、アリエル。いやー、もうアリエル可愛いっすよね。アンダーザシー。アンダーザシーってね。で、ここ上がった瞬間に丸を収めるか。アンダーザシー、アンダーザシー、アンダーザシー。いや、絶対違うわ。そんな歌じゃなかった。この上がった瞬間に丸を押せばいいと。上空に上がった瞬間に丸を押せると。で、ダイブ。タイミングよくやるの難しいな、でも。これ面白いな。しかもこれ結構楽しいな。あ、めっちゃ綺麗でも。めっちゃ綺麗、綺麗、綺麗。めっちゃ綺麗。いいね、いいね、これ。めっちゃ好きやわ。これ結構もう今後採用するかもしれない。さあ、爪で攻撃、爪で攻撃。いや、このキーブレードもね、結構強いですからね。おー、いいね、いいね、いいね。さあ、ブリザードブレード。ちょっと変形して。おー、なにこれ、スケートリングみたいな。へぇー、スケートリングみたいです。敵もいない？違う敵。あ、いるいる。これもキーブレード変形の第2パターンですね。第2形態みたいな。すごい、すごい、すごい。ちゃんとスケートリングみたいなの履いて、やばいやばい、面白いな、やばい、おお、めっちゃ攻撃いいね。体力回復しとこうかな。そうそう、そうそう、回復しとこうか。オッケー、回復しといて、さあフィニッシュ。なんだ、あ、これあれか、雪の氷の氷の城をイメージして、いけい。おお、強い、半分ぐらい削ったね。半分ぐらい削ったよ。いいよいいよ、素晴らしいよ。この敵難しい。さあ、ドナルドとの連携。お、ドナルドメテオ、なんかちょっと進化したね。今まで打ち上げ花火ドカーンって当たったのに、なんかドナルドメテオになってました。残り1体、このラストかな。オッケー、無事に倒すことができました。ありがとうございます。いや、でも今回ね、アリエルのリンク技とこの新しい肉ゲットしたアナ雪のね、ワールドでゲットしてキーブレードをお見せできたんでね、すごい良かったですね。いや、面白いな。まあ今後ね、リンクとかもいろいろゲットできると思うので、ゲットした際はどんどん使っていきたいと思います。さあ、ストーリーが進んでいく、見ていきましょう。どうなったのかな。真っ白の画面ですが、大丈夫か。 OK。 素晴らしい、君たちの勝利を称えよう。何か企んでるんだろう。怪しいぞ。とんでもない、私は引き際を知っているのだよ。俺が勝つのは最初から決まってたからな。負けた時の言い訳を考えてあったのは賢い判断だ。さて、報酬を用意しなければな。お、何くれ。だがあいにく私は君が望むものがわからない。君は何が欲しいんだ。ジャックが欲しいもの。そんなの決まってる。俺が欲しいのはダッチマン号にある箱だ。ジャック、行っちゃダメ。行っちゃった。ほう。ああ。取られちゃうよ。俺何か言った？ダッチマン号にある箱狙われちゃうよ。やばいね。ま、行っちゃったもんはしょうがないよな。お、戦う？お、あしゃばさん。それが格好の醍醐味だ。最初から騙すつもりだったんだな。試合には負けても勝負に勝つということだ。さて、ここからが本当の勝負。ボス？人足を先ボスにしても早いですけどね。失礼する。中ボス的なやつが出てくるんかな。おお、お前か、またお前か。前回の動画でも出てきましたね。ジャック大丈夫か。ジャック追いかけよう。あれ、船がない。あ、いや、それが無理なんだ。どうして。さっきの砲撃でいくつかの部品が壊れたらしい。あー、マジか。この船は修理が必要だ。一旦港に入って修理しよう。ほう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 。追いかけられないと、まあ、それはそれで私的にもありがたいですけどね。ちょっと休憩したいみたいなところはあるんでね。いやー、結局ね、まあ、試合に勝つことはできましたが、まあ騙されてしまうという
結果になってしまいましたね。それで船の修理ができる。カニ？なんでカニなんだ？そんなことは気にするな。いいか、白いカニだぞ。白いカニ？わかった。はい、ということでカニを探そう。へえ、ポートロイヤルに散らばったカニを探そう。カニは樽や大砲の中などいろんなところに隠れてるぞ。集めたカニの数は画面右上のカウンターで確認できる。最大まで貯まるとミッションクリアだ。なるほど。300もカニ探すの？すげえな。うん、まあカニがあればの直せますよと。へえ、まあいいか。これしかもこれあれなんだね、そっちに飛べるんですね。すごい。へえ、面白い。操縦もできるってこと？操縦はできないか。まあいいでしょう。と、まあそっち行けるでしょ、普通にジャンプで。あ、行けないんかーい。ジャンプだけじゃ行けないんかいって、ね。あ、行けた行けた。なるほどね。まあカニを探そうっていうことですが、一旦ちょっとここまでにしたいんですよね、時間的にも。まあだから次回とりあえず一旦カニを探すっていうところでやっていきたいと思うんですが、ちょっと一旦セーブポイントないかな。あっちに人が集まってる。うん、なんかあるんかな。ちょっとマップをゲットして、 OK、 マップゲット。いいですね。なんかちょっと雰囲気が変わりましたね。変わった、こんな感じ。いいね。ちょっと待って、どっかにセーブポイントないかな。こっちこっちカニだよ。こっちこっちカニだよ。へえ、なんかトリニティなんとかって出てきたけど、カニがすごい速さで坂道を登っていた。ええー、了解です。まあその前にちょっとセーブしたいので、セーブする前にまあ一旦でもまあここで終わりしましょうか。はい、ということで一旦本日の動画はここまでにしたいと思います。まあ、次回はね、カニ探しということで、まあ、こちらカニを探して、まあ、船を直して、13機関を追いかけようというところから続きやっていきたいと思いますのでね、皆さんね、次回の動画も、楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ということで皆さん本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメント、どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。